I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts.ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきますが、自民党の丸川珠代参院議員が旧民主党政権当時にですね、所得制限のない子ども手当の導入が決まった時に、はい、この愚か者めがとやじを飛ばしたことが、はい、まあ、自民党が同じことをしようとしている今、まあ、ブーメランになって、そのあの発言がね、また、結構、話題になっているんですけれども、はい、今日はこの話題からということですね。うん、ガタナカさん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。はい。あの、どうやら自民党は所得制限撤廃の方針を固めたみたいなんですけども、はい、まあ、ただ先々週のこのコーナーで少子化対策のお話をさせていただいた時も指摘したんですが、うん、丸川議員だけではなくて、自民党全体で当時ね、はい、所得制限のない子ども手当をスターリンかとまで批判をしてですね、政権に復帰した後、まあ、所得制限ありで金額も減らして元の児童手当に戻した経緯があります。はい、はい、で当時政調会長だった石破茂さんは、民主党の子どもは社会で育てるというイデオロギーを撤回させ、うん、第一義的に子どもは家庭が育て足らざる部分を社会がサポートするという我が党のかねてからの主張が実現したって当時話してですね、はい、今回あの衆議院の代表質問で児童手当の所得制限撤廃に踏み込んだ茂木幹事長も当時、うん、子ども手当はばらまき政策そのもの、かなりのレベルの所得制限が必要だって言ってたんですね。はいはい、だからまあよく言うよと今は思うんですが、はい、まあ、岸田さんも反省すべきものは反省しなければいけないと答えざるを得ないわけで、まあ、丸川議員もそうでしたね。はい、で、誤解のないように言いたいのはですね、これ取り上げるのは決して上げ足取りで言ってるのではなくてですね、はい、あの茂木氏はあの党の会合で過去にとらわれず必要なことはやっていくというふうに話して、はい、首相も10年経って少子化をめぐる社会経済の環境が変化していると釈明しましたけれども、うん、それはその通りで、はい、あの意固地になって方針を変えないようにですね、うん、改めるべきは改める方がはるかに真っ当だと思います。そうですよね。はい、でもそれは過去の判断をなかったことにするんじゃなくて、はい、その後の少子化の加速にどう影響したのかをきちんと検証しないと、うん、それこそこれから何をすべきかを見誤ります。はい、あの児童手当に関して言えば、子どもは社会で育てるという考え方も含めて受け入れたのか、うん、はい、それとも単に所得制限を外すという制度設計の話なのか、うん、そこはっきりしないと若い世代が将来を見通せないと思うんですね。そうね。というのも、そもそも日本では出生率以前に婚姻数が激減していてですね、うん、はい、はい、仮にあの10年前児童手当の不十分さがですね、出生数に影響したとしても、婚姻数に影響したとは考えにくいからです、はい、あの児童手当の問題がですね、うん、あの愚か者発言があった2010年当時、年間70万組あった婚姻数はその後の10年で52万組まで 25% も減りました。うんうん、この間日本は伝統的家族観を重視する政権が続いて、うん、まあ、例えば多くの世論調査でも賛成が過半数になっている選択的夫婦別姓制度、うん、この導入の検討も全く進んでません。はい、でそうしたことが今の若い人たちの結婚観に影響していないのか、うん、特に女性を縛っていないか、うんうん、少子化問題を考えるとき大事な視点だと思いますけどね。そうですよね。今回の国会でも、はい、やっぱりあの同性婚も含めて、うん、岸田総理はあの社会が変化するからとか言って、社会は変化するもんだし、うん、あの世界的に見たらもうそういうことは当たり前になっている中、うん、だからこれ、ガタナさん、あの旧統一教会の教えとなんか自民党の言ってた10年前言ってたことって
結局同じじゃないのっていう、ね、考え方もありますよね。いや、そう、いや、実際、あの、まあ、ほとんど一緒なんですけどね、それがその影響してたかどうかっていうのは、まあ、これはもう分からない話ですけれども、でもそう見えるということもあってですね、やっぱりじゃあここはどうなのっていうのは大事な視点だと思うんですね。ここ変えないのと、はい、うん、私も別にあの同性婚を認めたからといってですね、あるいは転生選択的夫婦別姓を認めたからといって、うん、日本の家族が壊れるとは全く思わないんですけどね、まあ、そんなことないですよね、私はそう思います、そう、そうしたい人がそうすればいいという話だと思うんですけどね、はい、ということで、あの、またそもそもですね、80年代から実は婚姻数って増えてたんですよ、それが減少に転じたのは2000年代に入ってからで、じゃあこのタイミングで何があったかというと、派遣労働の自由化とかですね、原則自由化とか、非正規労働の急増なんですね。あの、雇用が不安定化して格差が拡大する一方で、はい、あの、過労死自殺の問題が相次ぎましたよね。で、2016年ですけれども、保育園落ちた日本死ねと。ありましたね。はい。あれで、あの、待機児童の問題がね、改めてクローズアップされて、で、今も、これは今もですけれども、取得率が1割台にとどまる男性の育児休業の問題とかですね。はい、で、まあ、ここ3年間に及ぶコロナ禍とかですね。若い人が結婚や出産をためらう、まあ、逆風が吹き続けた。あの、この間、まさに少子化対策の失われた20年だったわけです。はい。はい。つまり、あの、少子化の背景にはいろんな社会問題があって、児童手当の問題はその一つに過ぎません。はい。実際安倍政権下でも3歳から5歳の幼保無償化とかですね、保育園の定員増とかは実現されたわけですけれども、はいはい、少子化は加速しました、はい、むしろ岸田首相が、予算委員会で言ったようにですね、子育てに関与が薄いとされてきた男性や企業、高齢者なども巻き込み社会の雰囲気を変える、この雰囲気を変えるっていうことが本当に大事だと思いますし、はい、それはさっき言ったことなんかもつながるんですけどね、だからあまり児童手当に焦点を当てすぎると、それこそ全体像を見えにくくする目くらましになりかねないとは思うんですね。で、実は私、あの、茂木幹事長が過去の発言の返り血を浴びる覚悟でですね、所得制限の撤廃に踏み込んだのは計算案じゃないのかなと思っててですね、うん、まあ、もちろん、あの、岸田さんが異次元と言ったそのことをバックアップしたいという思いもあるのかもしれませんが、あの、児童手当の拡充メニューの中で言うとですね、はい、一番安上がりなのがこの所得制限の撤廃なんですね。所得制限撤廃するのに要する費用はおよそ1500億円なのに対して、対象を高校生まで拡大したらおよそ4000億円、で、2番目のお子さん第2子以降の増額だとですね、2、3兆円かかりますから、はい、まあ、何でも疑うのは記者に住み着いた悪い習性ではあるんですけれども、それからもう一つ、あの、子育て支援策をめぐって、炎上したというか批判を招いたのが、岸田首相の育休中の学び直し支援発言ですね。リスキリングですね。リスキリングですね。はい。でもこれ正確には育休中のリスキング、学び直しでスキルを身につけたり学位を取ったりする方々を支援できれば、子育てをしながら逆にキャリアアップができますよって言ったのは、代表質問に立った自民党の議員で、首相は育児中などさまざまな状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々を後押ししますと答弁していてですね、何も育休中の人に限った発言をしたわけではないんですけれども、まあ、ネット上では育児しながら勉強する暇があると思ってるのとか、育児をしたことがない人の発想だって言ったね。かなり荒れてましたね。はい、荒れてました。で、あの、こうした女性たちの思いについてはですね、毎日新聞の小国彩子記者が岸田首相に知ってほしいことというコラムを書いていますので、はい、一部をご紹介します、こうあります。どうか子育てに疲れ焦燥感の渦中にある親たちをリスキリングなんて言葉でこれ以上追い詰めないでほしい、社会人の学び直しの支援は大歓迎だ、でもそれは産休育休と結びつけないでほしい、
産休育休中の人に対して学び直しで昇進やキャリアアップをと政治家が言わないでほしい、うん、なぜなら出産子育てによるキャリアの停滞をなくすのは企業や政治の役目であって産休育休中の個人の自助努力ではないはずだからと、うんうん、私もおっしゃる通りだと思いました。はい、そして、自分あの奥に記者あの自分があの社会学者の富永京子さんとサイボーズの社長である青野さんと3人で対談した記事を、岸田首相にぜひ読んでほしいとこのコラムの中で呼びかけてるんですが、はいはい、あの小国さんと富永さんは出産育児で社会から置いていかれる不安に苛まれた経験があって、はい、で青野さんは社長自ら育休を取って話題になりましたよね、はい、でこの対談の中で青野社長は企業の経営者や管理職はみんな出産に立ち会い育児休業を取るべきだと思います、うん、どんなに大変かが実感できますからって話していてですね、うんはい、まあ、取っていない私も胸が痛かったんですが、これ毎日新聞デジタルでこの対談、前編後編あってでも全部読みますので、はい、ぜひ今の管理職や経営者の皆さん、とりわけ政治家には読んでほしいと私も思います。あのネットで毎日新聞母親になると検索すると出てきます。はい、で思えばですね、まあ、もうちゃんと反省しておかなきゃいけないんですが私もあの典型的な昭和のダメ親父でしてあの長男が生まれた時あの里帰り出産してた妻の入院先に行ったのは生まれて5日後で、うん、それもあの事件取材の徹夜明けだったんで子供を見た後私が妻のベッドで寝てしまってですね看護師さんにあの呆れられました、うん、この人何しに来たんですかって昭和の新聞記者ですね本当ですねいやうちは朝がけえの2つ違いで次男が生まれた後もあの帰宅は連日深夜でたまの休みは寝てばかりでしたし、もう今となっては反省しかないんですが、はい、ただ、まあ、当時言い訳じゃなくないんですけどね、うんうん、ドリンク剤の CM で24時間働けますかと言ってた時代でしたけれども、うん、そうでしたもんね、はい、でだから私と同世代とかですね、それはそういうふうに働くのが美徳なんだと教えていた世代がですね、実はまだ政治家の多くを占めているから、うんうん、社会は変わらないんだなと、この対談読むと本当胸に刺さります。はい、だから今このラジオを聞いているかもしれない当時の先輩たちにもぜひ読んでほしいと思っているんですけれども、はい、でまあ、最後にあのそんなダメ親父だった私がですね、40代の時にアマゾンのレビューで最高の育児本と言っていただくような本を出したので、まあ、世の中は皮肉なんですけれども、うん、今日はもう時間なので、あのこの話はまた来週もしくはその後トゥービーコンチニューなんですかこれトゥービーコンチニュー分かりました。いや楽しみにしております。そうですね、楽しみですはい、ということで、今日はですね、まあ、あのいろいろと少子化対策についてで、いろいろお話を、まあ、この後またいろいろね来週か再来週か、お話をしていただきたいと思います。サンデー、元サンデー毎日編集長片永秀一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。 HKT48 の柳瀬玲也です。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃ちゃまラジオ曲ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで桃ちゃまラジオ曲と検索してフォローをお願いします。